ない汚れはきちんと落としているつもりでもなかなか落としきれていないもの。ステップ1はメガビューティーをいつもの拭き取りにプラスするだけで、マイナス電気の力でぐんぐん汚れを誘い出します。さあ、洗顔後にお手入れスタート。コットンをヘッドに縦向きにセットして、奥までしっかりはめ込みます。そこにたっぷり拭き取り用化粧水を含ませてください。ポイントはヘッドが薄く透けて見えるくらいたっぷりと。パワーボタンを1回押して 1C を選択。次は肌に合ったレベルに設定してください。初めての方はローから始めましょう。さあ、準備は OK。 本体背面のアースをしっかり握って持ち、ピッピッという動作音を確認して、優しく撫でるようにヘッドを顎から耳の下に、そして口角から耳の中央、小鼻から耳の中央、目頭の下からこめかみへと滑らせます。基本は顔の中心から外側へ、そして額、鼻筋を通って小鼻、口元をケアします。キメや毛穴に入り込んだ汚れをぐんぐんマイナス電気の力で誘い出します。ヘッドを強く押し付けたり、何度もこすらないようにしましょう。ピッピッという音が途切れている場合は動作を確認しましょう。お顔半分で1分くらい、そのまま同じようにもう半分も続けます。途中で滑りが悪くなった時は、拭き取り用化粧水をコットンに追加してください。終了音が鳴ったらコットンを外して、コットンの裏側を使って目元を優しく拭き取ってください。これでステップ1が終了です。たった2分でクリアな肌へ。次に使う化粧品のための準備完了です。